はいですね、今回はですね、指先のトレーニングの方法についてお伝えさせていただきたいと思います。ボールを投げるときにやっぱり握力が大事だとかっていろいろ言うとは思うんですね。そう、ただしっかりそのボールを最後投げるときにリリースの時にですね、しっかり必要なのはやっぱり指先のですね、力だったりとか、その使い方っていうのがやっぱりめちゃくちゃ重要なんですね。そう、これがしっかりできてないと、いくらテイクバックのところスムーズになっても、いくら体の開きを抑えられても、最後ボールをリリースするところで力が伝わりきらないっていうのも、最後の最後でちょっともったいないことになってしまうんですね。そう、なのでしっかりその他のトレーニングだったりとか、ストレッチ、フォームの定着のところに合わせて、その指先、最後ボールをリリースする弾くところをですね、しっかりトレーニングを一緒にやっていきましょう。めちゃくちゃ簡単にできるので、まあ、一緒に勉強していけたらと思います。 OK ですね。はい、で、その手ってこういうふうにあるし、その手の中でじゃあどこをトレーニングしていけばいいのかっていうところです。そうで、ちょっと細かい話なんですけど、手のひらの中の骨っていうのは、まあ、手根骨って根っこの骨っていうのがここに8個ぐらいあるんですね。8個ぐらいちっちゃいのがあって、そこからこういうふうに指が伸びてます。そうなので、まあ、バッティングの時の下半身の安定性が重要だっていうじゃないですか。根元が重要なんですね。そう、地面についてる。そうなので、まずここの手前のところが安定した状態で、その指先の方のトレーニングっていうのをやっていく必要なんですね。そうなので、まずはその手根骨だと、その手前の方のトレーニングの方法をお伝えさせていただきたいと思います。で、まず最初に準備をやっていきます。で、一つやってほしいのが、この対立っていうんですけど、ちょっと見えますかね。その手のひらで親指と小指をこういう風に当てていきます。そう、その時にこういう風に当てるのではなくて、その先っぽ同士をですね、しっかりと当たるようにします。そう、この状態でグッ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 って押していきます。そう、この2つ、親指と小指ですね。そう、グッ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 として、で、ゆっくり3秒ぐらい圧迫して、ゆっくり3秒ぐらいグッって圧迫して、ゆっくりっていうのをやってください。そうすることで、この手根骨の間の骨だったりとか、その前腕の筋肉ですね、肘の方に伸びている前腕の筋肉、ちょっと細かいところで難しいんで、ちょっと今回は走るんですけど、そこをしっかりと安定させて、筋肉刺激を入れてあげるっていうのができます。そう、で、なおかつ、次ですね、これができたら、今度外側ですね、まあ、野球肘とか投げやすかったりする人たちはここは弱かったりもするんですけれども、まあ、外側の筋肉ちょっと刺激を入れてあげます。そうで、さっき3本で真ん中の3本だったんですけど、今度はこっちにします。で、薬指と小指の方をギュッて握りましょう。そう、ギュッて握ってあげることで、しっかりとそこの、まあ、野球肘とかの時に負担がかかりやすかったりとか、そこを抑えるための筋肉ですね、しっかり刺激されてくるので、ここも同じようにギューって握ってあげて、緩めて、ギューって握って、緩めて、ギューって握って、緩めてっていうのをちょっとやってみて、まあ、3回から5回ぐらいですね。そうやってみてください。そう、それをやった後ですね、しっかりその土台の方だったりとか、根元の方が安定した状態で、じゃあその人差し指と中指、実際にボールをリリースするところですね、をトレーニングしていきたいと思います。で、トレーニングの仕方というのは、まあ、最初は両方こうやって曲げましょう。まあ、こういう風ですね。そう、2つともこうやって曲げる状態作ります。そう、1本ずつ1本ずつの方でちょっとこういう風に曲げます。そう、そう、この状態で曲げた状態でしっかりとこういう風に圧迫をかけて、その曲げてキープをするっていうと、こうしてあげることでしっかり指先の筋肉、他の指はですね、緩めておくっていうのがポイントです。そう、これができたら、この中指も同じように、そう、ちょっともう指先のここ柔らかいので、こう巻きやすいんですけど、そう、しっかりとそこを力入れて押していきます。それができたら、そう、両方でしっかりとこういうふうにやっていきます。そう、ちょっと近いところでやると見えますかね。そう、最初こういう形作って、ここでこういうふうに圧迫ギューって力入れて、まあ、できれば指先の方が、最後指先で弾くんで指先の方がいいんですけど、そう、次中指でこうちょっとここ弱いですね。そう、まあ、こういうふうに押していくと、それできたら両方で押してギューってやってあげる。そう、これをしっかりやってあげることで、しっかり筋肉に刺激を入れることができますし、脳みそですね、自分の体の動作とか癖を認識して覚えてる脳みそにも、ここに近いと指先がかかるのよ、うん、ここはですね、しっかりと身につけることができます。そう、しっかりとそれをやった上で、指先のここの、まあ、ここに当ててギューって握るとか、そう、しっかりとここにここに力入れるんだ、ここでリリースするんだよっていうところを頭に覚え込ませた上で、実際にキャッチボールだったりとか、ピッチング、スローイング、守備の練習のところに移っていただけると、それでボールをしっかり弾いてスピンの効いたボールを投げるようになりますので、そこもですね、まあ、合わせてやってみていただけたらと思います。
まあ、基本的にですね、まあ、練習前と、あとは自宅ですね、そういったところでちょっとトレーニング、まあ、2回とかでいいんで、試してみていただけたらと思います。どうですか。まあ、ちょっと地味な練習ではあるんですけども、まあ、継続は力です。チリも積もれば山となるところですね、特にこれから冬に入ってこの時期ですね、そのちっちゃな積み重ねがその春以降のですね、大きな差につながっていきますので、そこはですね、まあ、一日一ミスでもやっていけたらと思います。ではですね、今回はこの動画以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。